はい、ケナタンチャンネルことケナタンと言います。ということで今回はラグナルコオンラインのラグカン2024年フェブラリーが、今日発売されましたんで、まあ、ちょっとラインナップ見た後に、一口、まあ、いつも通り購入していきたいなと思います。で今回の新アイテムなんですけど、プニプニアンヨのスタンプフードとイエローキティヘッドホンと五行風神陣と、健全一二をですね、まあ一個ずつ見てみましょうか。はい。まあこれもアザケロみたいな感じで、あれかな、ドラム族の装備だと思いますね。はい。POW がプラス3でプレイヤーから受けるダメージが、73%、 ここ一般ボスモンスターから受けるダメージ 20% で、物理攻撃だったらダメージが 40%。 まあ私はねちょっとドラム系使ってないんでわからないんですけれども、やっぱ上段装備でしかもスロットレでこんだけの強さってやべえなって思うな。やっぱりどんどんインフレが進んでいきますね。うん、だいたい相場見た感じだと 1.5 ぐらいでは売られてたなって感じがします。はい。でイエローキティヘッドホン、これはあれですね、中段装備かな、あ、じゃあ上段装備か、POW プラス3のプレイヤーから受けダメ 13% オフの一般ポスモンスターマイナス20。おほ、スパークブラスター、これ何属性、 何の職業だろう、ちょっと調べてないですけど、なんかヘッドホンが1上がるために POW1 ってこととはプラス10にしたときは10も上がるのか。なんか究極精錬用になんか1本ぶっ込んできた感じがするんですけど、これも今資質がどんぐらいあるのかちょっとわからんですね。五行風陰陣、五行風神陣か、スピリチュアルと SPL っていうのかな、これ魔法職業なんだろうね。これは忍者、違う、ごめん、あの職業ね、女子職の職業全然分かってないんでごめんなさい。うん、狩猟爆発なんだっけ、あのメスキャラクターやったの気がしたけど出てこんごめん、もうルーンナイトとあっちしかもうずっと構ってないからさ、他の職業全然かね、あんまり把握してないですけど、うん、果たしてこれは強いのかちょっとお聞きしたいですね。これも多分忍者装備なんだな。忍者だな。多分忍者なのかな。忍者だね。うん。1上がるためにプラス4ってことで、10になって 40% も上がるんだ、靴だけで。へー。すげえな。はぁ、あ。薬剤の魔者ともに追加クリティカルプラス25のクリティカル攻撃で、攻撃 30%。はぁ、あ。ご自食とかできた時はどんな装備になってんだろう。ご自食あるのかな、できるのかな、うん。将来作れるのかな、わからんすけど。はい、ということで、まあ、ざっくり私の、簡単な、まあ、紹介じゃないですけど。で、次、ラインナップ見てみますね。ラインナップ、A 賞が、ウォーロック・カトリーヌ・ケイロンと、グルーム・アンダーナイトカードになりますね。これは出たらやばいと思います。一撃 40M、40ギガですね。これが出たらやばいですね。で、怒りのドラキュラカード、がこれされて3ギガぐらいですね。で、私がね、欲しいのは、ツインドラゴンヘッドメールなんですよね。1個持ってるんですけど、これがね、今ね、ゴス鎧なんで、これをね、毒鎧にしたいなって思います。ただね、プラス7にしないと、あんまり意味ないのかな。プラス7にしたら、したいんですけど、まあまあ、なんか、確定プラス7チケットがあれば、多分これは1個いけるなと思います。まあでもね、これ出ないね。出たらやばいけど。うん。で、さっきのやつが CV 書の、下の方に入ってますね。ここら辺はまあ置いといてって感じです。うん。まあ、師匠はやっぱり改良を出れば当たりっていう感じですね。はい。まあ、ここのアメージングレースのツインヘッドドラゴンメールが最近ちょくちょくと出始めてきてるんで、結構算出が多くなってくれれば、私のドラゴンナイト、ルーンナイトの装備が一段と格上されやすくなりかなって思いますんで、ちょっとね、もうちょっとね、いっぱい出てくれたらね、嬉しいなと思います。ということで、まあ、そのまま一口購入していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、一口購入してきてました。はい、前回で同様、爆死しました。ブラックベールですね。まあ、爆死しました。ということで、次回も、
なんか欲しい装備がありましたら引いていきたいと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。ではねー。